こんにちは、沙織先生です。このチャンネルでは男性のお悩みを解決したりとか恋愛のテクニックをお伝えしています。というわけで今日のお悩みは、最近流行ってるオンライン合コンでモテるにはどうすればいいですかというお悩みです。そうですね、最近コロナの影響でオンライン合コンかなり流行ってたりとか、まあ、うちの結婚相談所でもお見合いをオンラインでやったりとかっていう風に、Zoom だったりとかいろんなコンテンツを使って人との交流っていうのを作っているんですが、オンライン合コンでモテる方法、これちょっと一つだけお伝えさせていただきます。当然ね、なんかカメラの写りとかそういうのもね、いろいろ調べてもらうと分かると思うんですが、コミュニケーションをベースにしたところでお伝えしていくと、オンライン合コンのコミュニケーションで絶対にやらなきゃいけないことっていうのは大きなリアクションです。はい、通常対面で会うよりも 1.5 倍から 1.7 倍ぐらい意識して大きなリアクションをするということをすると、相手に好感を与えることができます。なぜかというとですね、オンラインの場で出会うとここから上しか見えないんですね。さらに周りの環境とかが共有されてない状態ですよね。なので個々のお家でここだけの情報で相手に好感を持ってもらうわけです。まあ、芸能人でいうとワイプですね。いろんな VTR 見ててこの辺にワイプでこの顔だけ抜けて芸能人が映ったりするじゃないですか。そのリアクションをなんか見たりするじゃないですか。でこれってどういう効果があるかっていうと、まあ、同じこの映像を見てこのリアクションをみんなするよねみたい なんか共感ゾーンみたいなところですね。なんかわーって驚く、私も驚いた、あ、みんなも驚いてるんだみたいなのを多分ね誘ってくれてるんですよ。でここだけで表現するときに大事なことは、自分が思っている以上にリアクションを大きくすることなんです。じゃないと相手に伝わらないよということです。例えばオンラインセミナーとか出たことある方は分かると思うんですけど、セミナーのその画面じゃなくて参加者の顔を見てほしいんですよ。大体の人がなんか不愛想になんかこんな感じで見てます。なので響いてんのかな、響いてないのかな、これでいいのかなみたいな、こう喋るセミナーの講師の先生側は結構不安だったりするんですけど、でその時にうん、おー、なるほどみたいな感じでリアクションしてあげるだけで、講師の先生ってちょっとやる気になったりとか、いつも出さないような情報っていうのを出してくれたりするんですね。なので必ず、リアクションを大きくここから上でしてあげるっていうのが重要ですね。そうすることで相手が、あ、今私楽しい話できてるんだなっていう安心感を持つことができるので、ぜひですね、皆さんオンライン合コンだったりとかオンラインお見合いだったりとかしてる方は、なるべく男性ってもともとがリアクション薄いので、うんうん、あ、そうなんだ、そう、面白いみたいな感じで大きなリアクションを取ってあげると好感度がグッと上がります。ぜひチャレンジしてみてください。というわけでこのチャンネルでは男性のお悩み相談だったりとか、あとは恋愛のテクニックをお伝えしています。ぜひ良かったなと思ったらいいねボタン、あとチャンネル登録、コメント欄にコメントをいただけると私から返信をさせていただきます。では次回の動画でお会いしましょう。沙織先生でした。